偶然だね。自転車を置いてあったから。そっか。実は今日下級生からチョコもらったんだ。知ってたよ。え、そうなの？うん、聞いたらこの前みたいに意地悪な自分になりそうな気がして、それが嫌だなって思って、それで西方のことうまくからかえなくて、そんな自分もなんか嫌だったな。ごめんね。受け取ってもらえるかな。煮干し。2月14日は煮干しの日だからね。高木さんめ。嬉しかったな。西方も煮干しの日って言った時、考えることを似てきちゃったのかな。一緒にいすぎて。